外資系コンサルの知的生産術を読んだのでいつもながら興味深かったところをメモしていきます著者は山口周さんです内容紹介しますと論理思考やフレームワークを学んでも仕事がうまくいかないのはなぜ劇的な成果が上がる本当に使える知的生産の技術イコール行動の技術で本にも理由なんですけど山口周さんの本が Kindle Unlimited にあったから読んでみました で、えっ、ー、とですね、まず感想から言いますとね、読んで損なしの一冊ですね、えー、頭のいい人の仕事ややり方がわかるので、まあ、なんて言うんだろう、頭のいい人ってどうやって物事を進めていってるのかなということが気になる方は、ぜひぜひお読みいただければと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、これメモしていこうと思ったんですけど、もうこれはね、とんでもないメモの量になるなと思ったので、途中で諦めて、えー、なんだろう自分の興味あるところだけをメモしていったんですね。ということで、あの本当にね、えー、ぜひ手に取って読んでいただければと思います。で、どこを喋ろうかと思ったんですけど、 1>, 1番はねあここにしようかな、えー、後半ですね本の読み方について山口さんなりの考えが書かれていてそれがね非常にやっぱり、えー、いいなと思ったので紹介したいと思いますで読書リストの機械的な消化をおすすめしないと言われてました、えー、山口さんはですねビジネススクールを、まあ、行かずにコンサルティングファームに転職したんですね、まあ、だからそのねビジネススクール行ってないから、えー、自分はねその経営学とかの知識がないかもしれないからってことでまあ本をねがっつり読んでいこうとリスト化して読んでやろうと思ったらしいんですよねで結果としてそれは大失敗でした なんでかとというとほとんどの内容っていうのはね覚えてないんですって。 で、やっぱりですね、自分に関連性のある本じゃないと身にならないから、まあね、なん、なんか何でもかんでも読んでやろうっていうのはね、やめた方がいいよってことでしたね。どんなに名著を定番と言われている本であっても、自分の関心や身の時に合わないインプットは結局のところ、ストックとして定着しませんということでしたね。いや、これ非常にわかります。もう本当にね、名著と呼ばれる本をね、手に取って読んでみても、まあ、わかんないわかんないと思って読んでて、読み終わって結局忘れてるんですよね。いやね、これこほんと難しいんですよね。なんか、あ、この本は読んでおかないとと思っていくんですけど、 まあね、そういう調整も大事だと思うんですけど、まあ、時間がないビジネスパーソンにとっては、うんっとまあ、何でもかんでも定番名著と呼ばれる本を読んでいこうっていうのはもしかしたら、えー、効率が良くないのかもしれないですね自分の関連性のある本から読んでいくのがいいんじゃないかなってことでしたはいでえー、もう一つここねここ紹介してもらおうかな、えー、常にポジションを取るって言われてるんですねなんかポジションって言葉は結構聞くと思うんですけどこのポジションを取るとか ってて言わわれすすぐ意味わかります僕ちょっとよく分かってなかったんですよポジションを取るってんなどういうことなんだろうと思ってたんですけどまあこれをね読んですっきりしました、えー、例えば、えー、日本の自動車市場において燃料電池車の市場規模っていうのは今後拡大するかという論点があった時にですね、えー、拡大するまたは拡大しないという回答を明確に持つことがポジションを取るということなんですねで、えー、どちらとも言えないとかさら、えー、なる詳細な分析,分析が必要だよ といったねそういう回答っていうのはポジションを取っていないことになるんですね。で、まあ、リーダーシップにおいてもねあのポジションをちゃんと取るっていうのは必須の要件になります。でただポジションを取るということはですねポジションを取れば異なる意見を持つ他者との間にね摩擦を生む可能性がありますよね。でそれを恐れていてはいけないということでした。なぜなら知的生産物のクオリティをまあ高めるということにおいては摩擦を起こすことで初めて、えー 知的生産物の、ね、クオリティが高くなるんで、すね摩擦を起こすこすとで,で摩擦を避けているようでは、いつまで経ってもヒヤヒヤした知的生産物しか生み出せないので、まあ、ちゃんとポジションを取って摩擦を起こしていこうということですね。まあ、これね、結構ね、難しいですよね。そもそも、なんて言うんでしょうね、そのまあ、よくわかんないよって、す、ま、べ、あ、ての情報を僕たちは知ることできないじゃないですか。まあ、だから、どこかの段階でポジションを取っていかないといけないんですけど、どうしてもねあ、もうちょっと情報知りたい、もうちょっと情報知りたい、えー、って思っちゃうんですよ。思っちゃうんだけど、まあね、すべての情報を知ることができないので、やっぱりどこから決断をしなきゃいけない。 でもね、その決断するっていうのが非常に怖いですよね。だって、えー、異なる意見を持つ他者と摩擦を起こす可能性があるから、えー、なんか人に嫌われたくないじゃないですか。まあでもね、えー、そうだったらダメだと。知的生産物のクオリティを起こす、えー、高めるためには摩擦を起こしていくしかないですよ。まあ、つまりね、ポジションを取っていこう。ポジションを取って自分の意見を、えー、出していこうっていうことなんですけどね。まあ難しいですよねということで、まあ今回終わるんですけど、まあこういうことがね、いろいろと、まあ、具体的にその99の心得ということで、99個紹介されてるんですよね。で、この本はですね、ご、えー、小構成でありまして、知的生 さんの戦略まず戦戦略略ですね戦略次インプット次プロセッシング次アウトプットで最後に知的ストックを厚くするという章で構成されていて、まあ、それぞれに具体的に、えー、いろいろね例が紹介されているので、まあ、例えば自分はねインプットのやり方がよく分かんねえなという方はそのインプットの、えー、章を読んでもらえたら、えー、いろんなことがね分かるかと思いますのでそういうねなんか細切れにして読んでいくっていうのも、えー、いい使い方になるんじゃないかなということで本棚に一冊あったら助かる,助かるね助けてくれる本なんじゃないかなと思いますということで今回は終わります。